東京カレンダー。そうですね、なんか今までとはまた違ったお店だったので、なんかちょっと緊張感もありつつ、でも楽しみながら出てきたなと思います。そうですね、やっぱり眠らない街なんだなって思いますし、キラキラした感じが、なんか騒がしいようで見えて、なんかそれが落ち着くというか綺麗だなと思いました。うわいや、もう本当に高級感もあふれていましたし、入った瞬間のオープンスペースのような感じなんだけど、すごくこうなんかプライベート感があるというか、何よりもやっぱりね、今回夜景特集ということで、夜景がすごくどの席からも綺麗に見えるようになっていて素敵でしたし、お肉がやっぱり特にもう本当口に入れた瞬間に溶けていくような柔らかさで、レモンだけでもよろしいかな。はい、はい、どうぞ。はい、そうですね、最近だと誕生日の時に友人が予約してくれていたレストランがすごく美味しかったんですけど、イタリアンでした。せっかくだからドレスアップしてご飯食べようよっていう話になって、まあ、こういう状況になってたので、一度もこう袖を通せてなかったドレスがあって、それをせっかくだから着ていこうと思って着て食事に行ったんですけど、こう自分で素材を見てどの料理にするかっていうのを選択できるような、その人に合わせて料理を作ってくれるような感じのレストランで、すごく美味しかったです。そうですね、カニですかね。よくというか行かせていただいているお店があるので、カニのシーズン1回は